バイオサイエンスデータベースセンターの串田です。よろしくお願いいたします。私の方からは NBDC の3大サービス、カタログ、横断検索、アーカイブについてご紹介させていただきます。NBDC につきましては、その前のプログラムで坂東さんの方から紹介があったと思うんですけども、私の方からはその具体的な取り組み、 NBDC の取り組みについて事例を出してですね、ご紹介するということに、したいと思います。で、実際そのパソコンが手元に皆さんお持ちであろうと思いますので、それを使いながら、勉強していただくという形になるかと思います。で、今回、私が取り上げる、話の内容なんですけども、このですね、NBDC の3大サービス、これも先ほどのスライドにもあったと思うんですけども、3大サービスと呼んでいるものがあります。それはそのライフサイエンスのデータベースに対して私どもが今取り組んでいる3つのサービスになります。その1つが、カタログと呼ばれているもので、次が横断検索、そしてアーカイブ、この3つのサービスについてご説明をします。で、もし時間があるようでしたら、その他のサービスについてもご紹介したいと思います。で、今回、私が話す内容っていうのはそれほど難しい、話は、しませんので、気楽に聞いていただければというふうに思います。で、また時間の方も十分たっぷり取ってありますので、なるべくその一方的な話にならないように注意しながら、話を進めていきたいというふうに思います。いいですか。ちょっと画面がですね、ちょっと小さくて見づらいかもしれませんけども、後から実際に画面の方をパソコンで見ていただければですね、分かるような形でちょっとフォローしていきたいというふうに思います。で、これが私どもの NBDC のポータルサイト、先ほどのプログラムでちょっと紹介しましたけども、なります。で、各サービス、私ども今日紹介するですね、サービスが、いくつかこうあるんですけども、そのうちの、カタログ、横断検索、アーカイブというサービスに、アクセスいただくためには、このポータルサイトから入っていただくのが非常に分かりやすいかと思います。で、その場合、例えば、Google 検索で NBDC というようなキーワードで検索してもらうと、一番上にトップで出てきますので、そこから入っていただくとこの画面を見ることができます。それではまず最初に3大サービスとしてご紹介しました、その、データベースのカタログについてご紹介します。で、カタログとは何なのか、先ほどもちょっと話があったんですけども、国内外の生命科学系のデータベースの、リストであるということになります。で、このカタログの意味なんですけども、これは先ほどもちょっと話があったと思うんですけど、統合化のそのステップの中の第一段階として、世の中にどういったデータベースがあるのかというようなことを、整理して皆さんに、使っていただくというような、ものになります。そしてこれまで、約1088件のデータベースがカタログとして登録されています。で、そのうち国内のデータベースはもう600件以上、もう700に近い数だと思いますけども、登録されています。で、どういった情報を集めているかといいますと、そのデータベースの名前でありますとか、URL、どこの国で作っているのか、提供しているものなのか、英語なのか日本語なのか、あるいはその内容について、生物種、あとデータの更新日などについて、集めてそれを整理しています。で、このいったデータ、こういったデータをですね、ユーザーの方々に閲覧していただく、検索していただく、ダウンロードするというようなことができるように整備しています。で、世の中にあるこれデータベースを今整理するって話をしてましたけども、もう一つの問題として、各省間でですね、各省で関連するデータベースを、それぞれやはり、カタログサービスのように集めているわけです。例えば、文科省系のもので言いますと、こういったデータベースカタログ、ウィングプロといったものがあったり、経産省系のメダルスというものについては、データベース便覧とか、あるいは農水系では同じようにデータベース便覧、厚生労働省の
医薬基盤研究所では各種データベースというように、まあ、それぞれこのデータベースをリスト化しているわけなんですけども、さらにこの省庁間に集めているものをさらにまた集約するというようなことで集めているデータベースのリスト、カタログが、まあ、これから紹介するインテグバイオのデータベースカタログというふうに言っていいかというふうに思います。じゃあこれから実際にデータベースのカタログについてご紹介をしていきます。でこの進め方なんですけども、まず最初にスライドでおおよそのこの流れをちょっとご紹介をさせていただきます。でその後実際に皆さんにパソコンで、検索をしてもらうということをしますので、最初はちょっとスライドを見て、いただければいいかと思います。でもちろんそのもう、パソコンでもう同時にやりたいって方いらっしゃいましたらやっていただいても構いません。でまずこのデータベースカタログに入っていただくためには、先ほどもご紹介したように NBDC のポータルサイトから入っていただくのが非常に分かりやすいかと思います。でここにありますので、通常はこれをクリックするとこういった入り口の画面が出てまいります。これが、データベースカタログの、最初の画面になります。で画面の構成なんです。ちょっとこれも小さくて見づらいですけども、まあ、ここに今1088件出てますけども、これが今登録されているデータベースの数になります。でこの下の方にそれぞれデータベースがずらっと並んでいるわけなんですけども、1行が1つのデータベースに対応しています。表示している内容というのはデータベースの名前であるとか、URL、そのデータベースの内容、運用している機関、あとはその、稼働状況というふうな形で情報を出しています。で先ほどそのデータベースカタログでは、まあ、その他のいろんな情報も集めているという話をしましたけども、その情報については、例えばここにカラムというちょっとボタン、これも小さくて見づらいんですけども、押しますと実際にはこういった形の情報が、集められています。で今この画面上の都合、パソコンのその画面上の都合で、まあ、4つチェックが入って、その4つだけ出しているんですけども、必要な情報を見たいときにはこのチェックを入れていただくとその情報を見ることができるというわけです。でこの今1088件あるデータベースの中から、そしたら自分が興味のある、関心のある、自分の研究に関係しているものがどれぐらいあるのかってことを調べる場合には、今ここに検索の窓口がありますので、ここでキーワード検索をしていただくと、それにかかってくる言葉が入っている、例えばこういった説明のところでありますとか、先ほどの各項目について入っている言葉に対して検索をかけることができます。例えばここで発言といったキーワードを入れて、まあ、検索をした結果、まあ、ここに、入れた後サーチというボタンがあるのでサーチを押しますと、まあ、結果として137件のデータベース、発言、まあ、遺伝子発言とかいろんな、タンパク質の発言もあると思うんですけども、その発言に関係するデータベースが137件あるという形で、まあ、絞り込まれるわけです。でこのデータに対して、まあ、ダウンロードのボタンがあるので、このダウンロードというボタンを押すと、今この表示しているリストアップされているデータベースの、メタ情報といいますか、その概要の情報がダウンロードすることができるようになります。で実際このダウンロードをした後、まあ、これ今表計算のソフト Excel みたいなもので開いているわけなんですけども、ダウンロードされるファイルっていうのは、基本的に表形式のものなので、表計算のソフトで見ていただければ、こういった形で整理した形で見ていただけるわけです。データベースの名前でありますとか、まあ、略称、URL、まあ、稼働状況、言語、運用機関、所在国、まあ、生物種、まあ、簡単な説明というような形の情報を得ることができます。ここまでがデータベースのカタログについてのご紹介になります。ここでちょっと一段落ですので、皆さんのパソコンで実際ちょっとカタログの方を、見ていただいて、いくつか検索っていうことを試していただきたいと思います。じゃあ一旦ちょっとパワーポイントのを切りまして、ブラウザの方に行きます。で先ほど申し上げました通り、各サービスにアクセスしていただくためには NBDC のポータルサイトに入っていただくのがいいかと思います。パソコンの方ちょっと実際に試して皆さんつないでやってみてください。でまあ、Google 検索で例えば、NBDC と言われる、入れますと、ここにトップに出てくると思いますので、まあ、これをクリックしていただくと、
まあ、こういった形で、ポータルサイトにたどり着くことができます。そして今ご紹介した、カタログは、まあ、ここの一番上に左上にあると思います。ここまでうまくつながらない方いらっしゃいますか？大丈夫そうです。はい。でここをですねまた選んでいただきます。そうしますと先ほど、まあ、スライドで見ていただいた画面と同じものが、出てくるわけです。それで、そうですね、まあ、実際に先ほどやった順番でもう一度同じように見ていこうと思います。今1088件のものが、このカタログとして登録されています。で、例えばこの上から2番目ぐらいちょっと見てみますと、名前があって説明があって、運用機関名があって、今それのデータベースが実際に稼働しているかどうなのか。で実際やはりそのデータベースの中にはもうかつ、休止状態のものもありますので、そういった情報も見て取れるようになっています。で例えばこのショーというボタンを押すとちょっと横長になっちゃってますけども、このデータベースの先ほどの、概要の情報、まあ、メタ情報と言ってもいいと思うんですけど、データベースのメタ情報について、まあ、確認することが、できるということになります。でこのカラムというボタンが、ちょっとまた小さいんですけども、ここにあると思います。これを、押していただくと先ほどもちょっとお見せしたように表示する項目を選んで見ることができます。で興味のあるものについてチェックを入れていただいて、例えば西部市の情報を追加して、まあ、追加してそれ見てみるって形でことをしますと、まあ、ここに西部市のカラムが増えて、その情報を一応確認することができるということになります。でこの西部市に今情報のカラムを入れたので、この各カラムのこの表題のところ、タイトルのところは、押すことによってソーティングをかけることができますので、例えばここでボタンを押しますと西部市について、まあ、アルファベット順で、まあ、まとまった形で並び替えることもできます。であと実際に皆さんが興味のあるデータベースを探す場合には、先ほども申し上げました通り、ここの、検索窓があるので、ここにキーワードを入れていただいて、まあ、検索をかけていただいて、そのデータベースを絞り込むということになるかと思います。で先ほども入れたように、これ英語でも日本語でもいいんですけども、まあ、例えば、まあ、パスウェイって言葉がちょっと入ったので入れますけども、まあ、パスウェイに関係しているものが今19件、まあ、登録されているというような形になります。でこの絞り込んだ、データベースを、まあ、ダウンロードして、先ほどのその表形式の形でデータがダウンロードできますので、落とすことによって、それを例えば表計算のソフトにまた落とし込んで並び替えするということもできます。ここまでちょっと操作の仕方がわからないとか、うまくできないって方はいらっしゃいますか？大丈夫でしょうか？で実際このダウンロードボタンを押すとダウンロード始まりますけども、おそらくまあそんなに大きなデータではないのでいいんですけども、もし、まあ、あまりその必要なかったら押さなくてもいいかもしれません。じゃしばらくちょっとお時間を使って、自分でもし興味のあるものがあれば、まあ、調べていただければというふうに思います。でそこでまた分からない点がありましたら、お教えいただければご説明いたします。
よろしいでしょうか。そしたらちょっと次にですね、また、進めていきたいと思いますので、また画面の方、こちらの、モニター画面の方を見ていただければと思います。次に横断検索の説明をいたします。で、横断検索はどういったものなのかということですけども、生命科学分野を対象とした Google ライクな検索を提供する、サービスというふうに言えるかと思います。で、これはそのじゃあ Google とどこが違うのかというところなんですけども、一番大きな違いというのは、その情報源を生命科学に限定することによって精度の高い検索結果を出すと実現しているというようなサービスになります。で、今ここにGoogle で検索して、これもちょっと見づらいんですけども、例をちょっと示しています。比較のために出しています。例えば Google で、IPS という言葉を検索する場合、した場合、こういった形で結果が出てきますけども、どういったものが出てくるかというと、例えばここで上の方でですね、例えば、これはちょっと小さくて見づらいんですけども、その iPS 細胞とは全く関係ないですね、ディスプレイの形式であったり、侵入防止システム、なんかそういったシステムの言葉であったり、あるいは会社の名前といったものが、比較的その上位に上がってくるというようなことがあります。いわゆるその、網羅的に検索はかけられるんだけども、意図するものと違うような結果も比較的たくさん出てきてしまうというような問題点がある。で、それをその情報源を生命科学に限定することによって、精度の高いデータを、検索の対象として、検索結果として導き出すことができるという特徴があります。で、もう一つ、この横断検索の特徴というのは、検索の仕方は、Google ライクという話をしましたけれども、要は検索の窓口を一つ設けています。で、一つ設けていって、そのキーワードを設けていて、それを検索のボタンを押すと、多数のですね、データベースを同時に見に行って、その結果を一覧として出すことができるというサービスになります。で、これはどういうメリットがあるかというと、例えばいくつかのデータベースについて検索をそれぞれかける必要がある場合に、その場合、例えばデータベースを探す、あるいはそのデータベースの使い方を勉強するといった手間とか、時間を省くことができる、軽減することができるというようなことになるかと思います。で、今この横断検索に登録されているデータの数は、300件以上、310ぐらい、最新のものではあるそうなんですけども、300件以上入っています。そしてそのデータ対象になっている、検索の対象、情報源になっているものは、いわゆるファクトデータベースだけじゃなくて、雑誌、タンパク質拡散酵素とか、あと、特許の情報なんかも検索の対象になっています。で、あと検索キーワードの日本語と英語の相互翻訳ということが実現しています。例えばキャンサーという言葉でアルファベットで入れたものに対して、それに対応するがんという言葉についても同時に検索がかけられるようになっています。で、次に、検索をかけたときに、非常にたくさんの検索結果が出たときに、自分が欲しい情報、例えば、薬に関係している情報が欲しい、あるいは、タンパク質に関係している情報が欲しいというようなときに、そのデータベースを、カテゴリーに分けているので、そのカテゴリーの分類を指定することによって、欲しい情報を、早く見つけることができるというような、仕組みを整えています。で、これについては実際に検索の事例を見ていただければ分かるかと思います。で、あと、横断検索の仕組みの話になります。で、ここら辺の話は今回の、私のそのプログラムの中では、詳しい話はちょっとご紹介を、割愛させていただきます。で、これまでいくつかの、この講習会で、
詳しい話がされているかと思いますので、それについて、古い資料なんかも見ることができますので、後からその、古い資料の URL、またお教えしますので、興味のある方はそちらの方で確認してください。で、簡単にちょっとご紹介しておきますと、横断検索をするために、今、文科省と経産省が関係しているデータベースに対して、共通の横断検索のシステムを採用して、統一的な横断検索をすることができるようになっています。で、その他の省庁についても、今後、拡大していく予定になります。で、あと、検索のエンジンとして、全文検索システム、こういったもの、ハイパイストレイヤーというものを使っています。で、これについても今回はちょっと詳しい話は割愛させていただきます。簡単にその横断検索の仕組み、これ漫画でちょっと知らせておきますけども、検索のプログラムを立てて、検索のインデックスをそれぞれ共有化して、横断検索を実現しているということになります。それでは実際にまたその横断検索をする場合にどういった手順で進めていったらいいのかというところを、パワーポイントを使って最初にご紹介した後、また実際にその後でパソコンの方を使って、見ていただくということにしたいと思います。で、横断検索につきましても NBDC のポータルサイトから入っていただくのが分かりやすいかと思います。で、これがポータルサイトの最初の画面になります。いくつかのパッションに分かれていますけども、ここに検索の窓がありますので、ここにキーワードを入力していただくという形になります。で、ここにデータベースの一覧というような、ところがあります。で、これを見ていただくと、この横断検索に対象になっているデータベースとしてどんなものがあるのかということを、この別の窓が開くので確認することができます。で、これを見ていただきますと、比較的よく知られたデータベースが、今300件あるわけなんですけども、こういった形で網羅されているということ。で、その、収録の期間でありますとか、更新日の情報をこちらの方で確認していただけるかと思います。で、比較的こういった新しい、これ 2,3 日前に、作った資料なんですけども、比較的新しい情報が、網羅されているってことが分かるかと思います。で、ここにあとヘルプっていうまた、ところがあるんですけども、これを押していただきますと、この横断検索を使っていただくときの簡単な使い方を見ることができます。で、これは Google 的な検索のようなキーワードによる検索で、あと、データベースの絞り込み、先ほどその階層的にカテゴリー分けしているという話がありましたので、そういった形で絞り込みができます。あと遺伝子名での絞り、これも実際に事例をちょっと見ながらご紹介したいと思います。で、キーワードによる検索の場合、これ皆さん、Google 使っているので基本的なことはよくご存知かと思うんですけども、一応確認のために、ここでまたクリカブルになっているので、ここを押しますと、こういったちょっとウィンドウが出てきて、アンド検索であるとかオーア検索の、使い方っていうのが紹介されています。一応簡単にご紹介しておきますと、ほとんど Google と同じだと言っていいと思うんですけども、例えばネットワークおよびソケットという2つの言葉を含む文章を検索する場合には、2つの単語をスペースで挟んで、検索窓口に入れてやる、あるいはアンドの記号を入れてやるということで実現をします。で、一方、そのネットワークという言葉とソケット、これを連語として、ネットワークソケットというような言葉として検索かける場合には、このような引用の記号をで挟んでやって検索かける、これもおそらく Google だと同じだと思います。で、あと、これはオア検索になるんですけど、オア検索の場合には、ここに縦棒、パイプっていう言い方をすることもありますけども、キーボードで、ちょっと、皆さんのキーボードと同じかどうか分かりませんけども、大体キーボードの右上の方にあるこの縦棒の記号を入れてやると、オア検索ができます。あと、例えば、このネットワークとソケットについて、ネットワークは入るんだけども、ソケットが含まれないというような文章を検索する場合には、ここにコーテーションマークを入れてやるというような形で実現をします。で、あと、前方位置であるとか後方位置についてはアスタリスクを入れてやることで検索が可能になっています。で、これが実際に IPS というキーワードで、横断検索をした結果になります。で、先ほど申し上げましたように、このいくつかの
画面がパーションに分かれているので、その情報、どういった情報を表示しているのかということを紹介をします。今 IPS というのを入れて検索をした結果ですけども、この左の上の方にある画面がこのデータベースをカテゴリー分けしたものになります。でここで例えばこの IPS と入れた結果、そのデータベース何件ヒットしているかってことが、こちらの数字、ちょっとこれも見づらいですけども、数字で確認することができます。でこの階層的に表しているので、例えば、まあ、いくつかの、その分類分けがされていますが、この場合例えば学会用紙というところを見てみると13件あります。でさらにその学会用紙を開くと、今学会用紙として検索の対象になっているものが、まあ、2つあるわけなんですけども、そのうちの農芸科学の用紙の方に、まあ、10件、ありますよということで、今こちらの方が、選択されている、ちょっと色がまた薄くて見づらいんですけども、選択されている状態になります。で、選択されたものに対してこの下の画面でそのデータベースの詳細の情報を確認することができます。で今この選択されている結果、今10件のものがヒットしている、農業学会のところで10件ヒットしているってことになっていますけども、その結果がこの真ん中の中央の画面で並べられています。でこれもちょっと色が薄いんですけども、 IPS というヒットしたところにマーカーとしてで色がつけられて、ちょっと薄黄色でついてるんですけども、つけられているってことになります。でこの右の場面は、外部データベースを使った検索を可能しています。で今この IPS という単語を入れましたけども、ここの例えばパブメド、サーチバイパブメドっていうところを押しますと、このキーワードを使って、まあ、直接パブメドの検索を引っ張り出すことができるというような、ガイドになっています。でその他特許の情報についてもリンクが貼ってあるということになります。それではまた、一通りご紹介が終わったので、実際にパソコンの方で、検索の実習ということをしていただきたいと思います。で今回は、ちょっといくつかちょっとキーワードを、仮にちょっと設けさせていただいてますので、この3つについてまず、やっていただいた後、あと自分の興味のあるまた単語で調べていただくということにしたいと思います。それではまた一旦パワーポイントの方を切りまして、ブラウザの方に行きます。で、ポータルサイトの方から横断検索を押していただきます。でそうすると先ほどのパワーポイントで表示した同じ画面がここまで出てますでしょうか。大丈夫ですね。はい、でそれでは実際に検索をしてみたいと思います。で先ほどちょっと例として3つのものを挙げたんですけど、順番にちょっと検索をしてみたいと思います。で最初が、新型インフルエンザというキーワードで検索をしてみたいと思います。キーワードを入れていただいた後、ここのボタンを押すと検索が始まります。ちょっと皆さん今同時に使っているので、ちょっと速度が遅いかもしれませんけれども、表示結果が出てきましたでしょうか。で中央のこの部分を見ていただきたいんですけども、先ほども紹介したように、このシステムでは日英変換をしているって話をしました。で新型インフルエンザと日本語で入力したんですけども、それに該当する英語のところについてもちゃんと検索がかかっていることをまず皆さん確認していただけるかと思います。でその結果として今、全部で126件の、データベースがこのヒットしているということになるかと。
データベースじゃないですね、あのデータの方にヒットしているということになっているかと思います。でこちらのデータベースのカテゴリー分けなんですけども、こちらを見ていただくと、もう少し細かく見ていただくと、上の方から、まあ、統合 DB プロジェクト、これはあの文科省のプロジェクトで、統合、動いてたものなんですけども、その成果について、例えばデータベースと、あるいはその、関係するデータベースがあるんですけども、まあ、そういったものが当たっているかどうかっていうことで、まあ、数字がここで確認できるかと思います。で例えばここで、そうですね、上から2番目のところに、日本の生命科学データベース政策というようなところがあるので、ちょっとこちらの方を、まあ、見てみますと、まあ、5件あるわけなんですけども、でこのここに収められているデータっていうのは、その詳細についてこの左下の方に書いてあります。ちょっと読んでみますと、日本の生命科学データベース政策の会議資料等、会議報告等の報告等を、まあ、時系列にまとめていますということになります。ですので例えばここにちょっと紹介入れますけども、ライフサイエンス委員会の資料であるとか、総合科学技術会議の、まあ、資料、こういったところで新型インフルエンザっていうのが取り上げられている場合には、こういった資料についても検索の結果として導き出すことができるということになります。ですから例えば皆さんが興味のあるキーワード、例えば研究のテーマについて、まあ、政策として科学技術政策として例えば取り上げられている場合に、どういった形で取り上げられているかというようなことも、まあ、このデータベースを使うと、比較的簡単に見つけ出すことができるというわけになります。じゃあ続いて2つ目のですね、キーワードについてもちょっと検索をしてみたいと思います。で2つ目は、そうですね、COX2 とちょっと入れてみます。COX2 と入れてみます。で、検索を始めます。で、今回、ご参加いただいている方は、その医学系の方が、比較的多いというふうにちょっと伺っているんですけども、通常その COX2 という遺伝子名、タンパク質名がありますけれども、そう聞いた場合に、まあ、多くの方はですね、アラキドン酸からプロスタグランジンを合成するときに関わっている酵素のことを思い浮かべるかというふうに思うんですけれども、実はその COX2 という、まあ、遺伝子名なんですけれども、これもご存知の方もいるかもしれませんけれども、別の遺伝子名でも同じ名称が使われています。で、その今、その使われている COX2 という名前の遺伝子が候補として2つあるんだということが、この真ん中の下の遺伝子リストのところで確認できます。で、2つの遺伝子名が対応して相当しているというようなことを一応見てください。で、まあ、それぞれ2つの遺伝子名があって、その横の端っこの方に、右の方に、ジーンと書いてあって、その数字があるもの、これはあのアントレジーンのエントリーの番号になります。でその他、まあ、ユニプロットの ID であったりするものもあるんですけども、一応そしたらその遺伝子、2つの遺伝子がどういったものなのかっていうようなことをちょっと一応確認をしています。でここでまず最初に、下の方の遺伝子のジーン、アントレジーンの5743っていうところをクリックしてみますと、アントレジーンに対応するところに、見に行きます。そうするとこれがの先ほどのプロスタグラン、アラキドン酸からプロスタグランジンを合成するとき、生成するときに関係している遺伝子なんですけども、見ていただきますと、実は COX2 っていうのは、オフィシャルなシンボル名ではなくて、オフィシャルなシンボル名は PTGS2 というような形になっています。で、COX2 というのは実は別名として登録されているということになります。で、もう一度、先ほどの横断検索の画面に戻りまして、その遺伝子のリストのところを見ていただくと、もう一つこの上の方、これは、チトクローム C オキシダーゼの2というような遺伝子も COX2 と呼ばれているんだということを表しているわけなんですけども、そこのやはり同じようにアントレジーンの4513というところを押しますと、
まあ、その、詳細の情報が見えるわけなんですけども、実はシンボル名としては、この遺伝子をの方が POX2 と正式名として登録されているということになります。ですから、またこの横断検索に戻りますけれども、POX2 と入れてやって検索して、今かなり多く4000件以上のデータがヒットしていますけれども、この中には2つの遺伝子の情報が混じっている可能性があるわけです。で、それをどうしてもその絞り込みたいときにどうするかといったときに、この遺伝子リストのここの画面を使うと、ひょっとしたらうまく切り分けて、表示できるかもしれないということです。で、ここで下の方の遺伝子を選択しますと、実はこの遺伝子の ID が入っている情報をリストアップするということができます。まあ、そうしてしまうと、実は非常にちょっと少なくなっちゃうというようなことをになっちゃう。まあ、4000件あったものから25件なんで、まあ、かなりのものがちょっと落ちちゃってるんですけども、厳密に正しい情報のみを取り入れたい場合にはこの下の窓口を使うことが有効であろうというふうに思います。で、ちょっと今情報がやはりちょっと落としすぎてるんだなということが、気になるようでしたら、ここの検索の窓口のところで、まあ、アンド検索を使っていただくのが一つの 手ではないかと思います。例えばここで POX2 の下の方の遺伝子について情報を仕入れたい場合には、まあ、POX2 とプロスタグランジンが入っているようなデータであれば、おそらくこっちの遺伝子のみを、選別して情報が取れるだろう。まあ、落とす情報もあるでしょうけども、落とす、入る可能性が高いということで、実際にこれを検索してみますと、まあ、4000件のうち、先ほどそのこちらの下の遺伝子リストだけの選択からすると少なかったものが300件ぐらいまで増えて、もう少し情報の取りこぼしが少なくなっているというふうに思います。まあ、このようにこの遺伝子リストを使うことによって遺伝子を絞り込んだり、あるいはこの検索の窓口でアンド検索等を使うことによって情報の幅を狭めたり広げたりというようなことが可能になります。まあ、続けて、そしたら3つ目、もう皆さん好きな言葉で検索していただいた方がいいと思うので、興味のある言葉でちょっとじゃあ検索をしてみてください。で、私はちょっとヒアルロン酸というような形で、まあ、本当に何でもいいんですけども、まあ、検索をしてみます。で、先ほど申し上げました通り、日英変換ができるので、日本語と英語の変換ができるので、英語についても検索の対象としてちゃんと引っかかってきているということが確認できます。で、下の方の遺伝子リストでもその言葉が入っている、まあ、遺伝子が一応ここで引っ張ってこれるわけです。で、今ちょっと紹介してなかったこの外部リンクについて使い方をちょっと紹介しますと、今こういったデータベース、300件のデータベースに対して検索をかけていますけれども、まあ、パブメドについてのみ情報を見たい場合には、この検索キーワードを入れた後、ここのところをクリックしていただくと、直接パブメドの検索結果に行くことができます。で、これについてももう英語の方に変換されて検索をかけることができます。で、ここまで横断検索の、まあ、基本的な使い方なんですけども、またちょっと時間がありますので、じゃあ実際に皆さん興味のあるものを使って、調べていただければというふうに思います。ちょっと時間差し上げますので、ちょっと試してみてください。もし分からない点とか、ありましたら押してください。はい、はい。
遺伝子リストは、はい、ヒューマンのみ。ですね、これはヒューマンのみです。はい。はい。しょうもないことです。はい。漢字で検索すると遺伝子リストは出ないですよね。漢字で検索しても、その辞書で変換をして英語に変換しますので、それにもし先ほどその、まあ、ヒアロン酸もそうなんですけども、はい、このところアシドという変換して、ここの例えば、実際のエントリーを見るのがいいかと思うんですけども、出ますか？多分入ってると思うんですけども、はい。でこの辞書はですね、京都大学の金子先生が、まあ、取り組んでいるそのライフサイエンスディクショナリーを使っています。で皆さん多分ご存知だと思うんですけども、はい、そしたら最後のですね、三大サービスの最後のアーカイブについて、ちょっとご紹介しますので、またこちらの正面の画面の方を、見ていただければと思います。でアーカイブとは何なのかという話からまた始めますと、アーカイブというのはデータベースを丸ごとダウンロードできる、まあ、サービスであると。でそうすることによって、まあ、ここにちょっと書いてありますけども、データの最大限の再利用が可能になるということになります。でこれはどういうことかというと、先ほど紹介したカタログ、横断検索、例えばカタログの場合でしたら、そのデータベースのメタ情報を、例えば閲覧できて、検索できて、まあ、ダウンロードすることができるものでした。で横断検索っていうのは、そのキーワードを入力して、その、まあ、個々のデータに入っている、まあ、その情報を、まあ、引き出すことができるサービスだったんですけども、アーカイブっていうのはそのデータベース丸ごとそれをダウンロードして、自分の研究に活用していただこうというものになります。もうちょっと具体的な話をすると、例えば実験をしてそのデータのテーブルを持っているときに、その自分のテーブルにこのデータベースカタログからダウンロードした関係するその実験の結果を取り出して、その自分の実験データのテーブルに追加をして解析に使う、あるいはもうすでにもうデータベース化している自分のものがあったときに、
この関連するまたデータベースをダウンロードして、そのデータベースに追加するというような使い方ができるかというふうに思います。で、現在この丸ごとダウンロードできるデータベースは51件あります。で、ダウンロードして使える、ダウンロード、されるデータの形式は、まあ、基本的に表形式、いわゆるその先ほども、ちょっと紹介しましたけども Excel みたいなもので、まあ、読み込みすることが可能な形です。で、あとこの権利関係なんですけども、まあクリエイティブコモンズのライセンスに基づく利用許諾が与えられています。で、ちょっとここら辺のところはちょっと詳しい話またする時間がないんですけども、まあ、ここのちょっと今事例をちょっと見ていただいて、どういった権利利用許諾が与えられているのかということをちょっと確認してみたいと思います。で、このデータベースのアーカイブについてはちょっとどういう仕組みなのかということがちょっとまだよくわからないと思いますので、もうちょっと、説明をちょっと加えたいと思います。で、特にそのデータベースの意義であるとか利点という観点からこのデータベースアーカイブの仕組みについてご紹介します。で、今ちょっとここの視点から始めます。まあ、データベース、作成者というのは実験研究者であると思ってください。で、実験研究者の方が、その実験のデータを、まあ、公開するってことが、まあ、よく最近はなされているかと思います。で、将来的にはそのグラントの種類によってはそのデータベースをデータを公開ということを前提になるようなものも今後また増えてくるかと思うんですけども、そういった場合にやはりそのデータベースで両方公開するって形になってくるかと思うんですけども、やはりその継続的にデータを公開するっていうのはなかなかやっぱり、負担になってくるというようなことになるかと思います。で、その時に私どもが代わりにデータを扱って公開するっていうようなものが基本的にそのデータベースアーカイブの仕組みになります。ただその時の条件として、作成者のクレジットを表示するというようなことを、する一方でですね、公開するデータに対して、全て、その全てあるいはそのデータの一部をユーザーの方はダウンロードして比較的自由な形で利用できるというような条件のもとで公開をすると、代わりに公開をするというようなサービスになります。ですからデータベースの作成者としてのメリットというものはデータベースのメンテナントをNBDC でサポートします。そしてデータのクレジットに対してはちゃんと表示を、保証しますというような形になります。で、一方で公開されるデータに対しましては、利用許諾条件といった先ほど申し上げましたように、基本的にアーカイブで登録されているデータベースというのは利用者の方々が自由にダウンロードしてその一部またその全部のデータを対象に、改変を含めて、利用できると、いわゆる自分のデータベースにくっつけたりというようなことを、まあ、クレジットの表示を保証する、するというような条件で可能にしているものです。で、実際にその自分の必要なデータがあるのかっていうようなことはそのデータベースのメタ情報をまず見ていただいて、その自分の欲しいデータベースがこの51件のものにあるのかってことを見ていただいた後、じゃあ実際にそのデータどういったサンプルデータがあるのかってことをこの簡易検索機能を使って見ていただいてデータをダウンロードしていただくってことになります。そうすると例えば発言実験をしているというような方の自分の持っているデータに同じようにその発言データベースの公開されている情報のデータベースのテーブルを自分の実験データのテーブルに追加する、カラムを追加するみたいなことをしたり、まあ、すでにもうデータベース化されているものに対しては新しいその情報を追加して新しいデータベースを作るというようなデータの解析等に利用できるというようなメリットがありますし、先ほど申し上げましたように一応ちゃんとした、利用許諾の条件がありますので、まあ、安心してご利用いただけるというようなことになると思います。で、実際にそしたらまたスライドを使ってアーカイブの、使い方をご紹介します。で、まずポータルサイトからアーカイブを選んでいただくと、まあ、これがその入り口の画面になります。で、下の方にデータベースがやはり1行
1件の、1行が1つのデータベースに対応しています。今51件のデータベース、ちょっと見にくいですけど51件のデータベースが対象になっていることが分かります。でここで表している情報というのは、データベースの運用場所、代表者の名前、生物種、カテゴリー、あと要約という形になっています。で自分が必要な関係しそうなデータベースというのは今、たかが51件なのでざーっと眺めていただければ探すこともできると思いますし、この例えばデータベースカテゴリーというところ、あるいは生物種を使って、自分の必要な情報というのを、探すこともできるかと思います。であとこのカラムのところのカラムのタイトルのところは、クリカブルになっていて押すとそのソーティングがかけられるので、必要な情報を順番並べて見ることができるので必要な情報ってものを比較的早く見つけられるかというふうに思います。じゃあ実際にそのデータをどういうふうにダウンロードまでたどり着くかというのを紹介します。実はちょっとここら辺のところがなかなか分かりづらいって方がいらっしゃるのでちょっと細かく紹介します。で今この一番上にあるデータベース、これが一番最近に登録されたデータベースですので、ちょっとこれを使ってそのダウンロードまでどうやってたどり着くのかということを見ていこうと思います。で、先ほど申し上げましたようにデータベースの名前があったりカテゴリーがあったり生物種の名前があるわけなんですけども、まずここの画像のところあるいはこのデータベースの名前、がクリカブルになっています。でこれをクリックしていただきますとこのデータベースの紹介が出てきます。実際にもっと長いんですけども、これ見ていただくと、ここにも書いてありますけどパン酵母の遺伝子の性パン関連ストレス下での発現と破壊株の表現型を網羅的に解析したストレス耐性に関係するデータベースであるというようなことであるわけです。でこれについてそしたらもし興味がある場合には、ダウンロードしてみようということになるかと思うんですけども、ここにダウンロードというボタン、ところがあるのでここを押すと、実際にそのダウンロードがもうすぐ始まるわけではなくて、まず最初にそのデータのこのデータベースのデータの構成が表示されます。どういったデータがあってその対応するデータのファイルがどういったふうになっているのかってことが分かるようになっています。例えば上から見ていきますと、リードミーがあるんですけども、その下に実験リストのデータファイルがこのように格納されているということが分かります。でその下には、実際の個々の実験の、情報、実験が入っています。でここではその DNA マイクアレイを使った、網羅的な遺伝子解析で、生パン初期における遺伝子発現の変化を見たものであると、これはマイクロアレイの実験データであるということが分かります。で、この上からこの3つ目までが、マイクロアレイを使った実験ということになりまして、それぞれ高所等ストレス乾燥ストレスという形になっています。でこのマイクロアレイの実験の結果については実はここで、これダウンロードできるファイルがある場合にはここにダウンロードというボタンが出ているわけなんです、表示が出ているわけなんですけども、これはの GEO NCBI の GEO の方で登録されているので、こちらからの検索の対象からは外れているということがわかります。でその下の、この下の3つがまた検索、ダウンロードの対象になっていまして、でこの3つの実験というのは、遺伝子破壊株を使った網羅的な表現型の実験で高所等ストレス、冷凍ストレス、乾燥ストレスについての実験のデータがダウンロードできるということが分かるわけです。ですから自分のこの中から必要な情報を選んでダウンロードすることができます。でここでもまだ、検索&ダウンロードになってますけども、じゃあ実際にここに入っているデータがどうなのかということをもう一度確認することができます。例えばこの実験リストのこのボタンを押しますと実験リストの中にはこういった形でデータが整理されています。その中で、ここで、実験の、アプローチの仕方が書いてあって、どういったストレスを与えた実験であるのか、そしてデータがどういう形で、ダウンロードできるのかってことが分かるわけです。でこの上の、3つあるいはこの4つのもの、この部分についてはまだ
準備中となってますけれども、この3つにつきましてはマイクロアレイのデータなので GEO の方からダウンロードすることができます。この下の3つについては破壊株を使った表現型の解析なんですけれども、この3つについてはデータファイルとして CVS、Excel の形でダウンロードができるということが分かるわけです。で、ここで実際にもうダウンロードをここを押しますと、このデータファイルのこのを押しますと実際のダウンロードが始まるわけなんですけども、一度もう一度この利用許諾のボタンがあるので、どういった権利で ダウンロードが可能で、その利用ができるのかということを確認することができます。このクリエイティブコモンズについてお詳しい方はこのマークを見るとどういったものかということが分かると思うんですけども、まあ、分からない場合にはここに説明が詳しく書いてあるのでこれを確認していただきます。ちょっと読んでみますと、本データ、データベースの全部または一部に自由にアクセスしデータを取ることができます。全部または一部のデータを自由に再配布することができます。全部または一部のデータに対して、二次的著作物を自由に作成し、まあ、要するに改変することができると、それをまた配布することができるというような、まあ、比較的自由な形でデータをダウンロードして扱うことができるということです。で、その時のただ条件としてクレジットを表示してくださいよというようなことがここに書かれています。で、もう少し詳しくこの上の条件をアクセスしたり、改変するって場合には、クレジットを表示するように今ちょっと話をしましたけども、まあ、その他、さらに、この二次著作物については、この、利用許諾の下で、まあ、配布することもできるというふうな形で、その利用許諾について確認をすることができるわけです。で、これをまあ、確認していただけて OK という場合にはダウンロードしていただくという形になると思います。で、ここで実際にダウンロードしてもらうということもできるんですけども、もう一度ここでこのデータがどういったものなのかといったことを確認するときにはこの簡易検索サイトというボタンがあるのでこれを押しますと、その実際にダウンロードされる表がこちらで表示されるわけです。で、この表を見ていただきますと、ORF があって遺伝子名があって、で、ここが、グロースレートってなっています。これはいわゆるその、まあ、表現系だと思うんですけども、おそらく、野生株とその変異株といいますかその破壊株についての成長率をこのように表した、データになります。で、これをダウンロードすると一応確認していただいて自分が必要な情報であるということが確認できれば、まあ、元に戻っていただいて Excel 型のファイルもしくはCSV のファイルでダウンロードすることができます。で、このボタンを押すと、まあ、実際には、圧縮された形でできてそれを解凍するっていう過程があるわけなんですけども、Excel の表で見ていただくとこういった形のデータが丸ごとダウンロードできて、利用許諾のもとそのデータを、自分の、データベースにくっつけるとかそういったことが可能になるわけです。時間がちょっと過ぎちゃってますけども、まあ、ちょっとだけそしたら、ポータルサイトから。アーカイブの方に行っていただければと思います。で、実際そのデータをダウンロードする場合にはかなりサイズの大きいものがありますので、今日は実際にこの場ではちょっとダウンロードしないで、ください。で、さっき申し上げました通り、ここのこういったところをクリックしますとデータベースの説明が、まあ、出てきたり、まあ、ダウンロードっていうボタンを押しますとそのデータの構成が出てきてどういったデータがダウンロードの対象になっているのかということが分かるわけです。
でこういったその実際にダウンロードできるファイルについてどういった条件のものなのかということを確認していただいて、まあ、利用許諾も確認していただいて、まあ、ダウンロードを直接する場合もいいですし、もう一度そのダウンロードされるファイルの中身を見る場合には簡易検索というボタンを押していただくと、そのダウンロードされるファイルの中身がこの画面で表示されるというものになります。ここまで何かその実際にちょっと操作してみて分かりづらいとかですね、うまくできない点がありましたら言っていただければと思います。もう時間がちょっとないので最後もうざっとちょっと流して紹介します。まあ、その他のサービスにつきましてもこのポータルのサイトの方からありますので、まあ、見ていただければと思います。であと、まあ、今日は特にその横断検索とかですね、細かいその仕組みの話はしなかったんですけども、まあ、過去の講習会の資料等が、まあ、こういった形で公開されてますので、そこの方で説明されている、詳しく説明されているものもあります。これについてまた後から資料の方がどういった形かで、お手元に渡るかと思いますので、こういったところからまた実際細かい内容について見たい場合には、過去の資料を振り返っていただくということに、していただければというふうに思います。